バトル知事でしたね。また。ありがとうございます。ありがとうございます。ミックステープのやつやってるじゃないですか、はいはい、みんな練習してると思うんですけど、なんかこう全員参加でやれるものが1個あったらいいと思って、なんでなんかちょこれ希望者だけでもいいんだけど、ちょっと宇多田ヒカルさんのファーストラブのカバーを別でやって、なるほど、全員でやるファーストラブだけど、みんなに歌ってもらって、良かった人だけ、一番良かった人が動画であった。なるほど、残酷。もちろんラッパー陣やるかやらないかは自分の判断でいいし。まあ、そうですね。いけるか。まあ考えてもらって、やる気ある人は練習するみたいな。はい。はい。頑張ります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 。それはそれでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日の企画でですね、僕と一緒に審査をしてくれる、周平さんでございます。周平です。お願いします。でも周平くんは、もう、僕もずっと昔ね、あの周平くんと一緒にライブいろんなとこ回せてもらって、こちらこそ本当にもう勉強させてもらいまして。いえいえ、こちらこそ何をしてます。今メゾンBのね、ボーカルコーチとしてね、はい、いろんなところでトレーニングもしてくれてるし、うん、レコーディングの準備とかもいつも手伝ってもらってて、だから彼らの成長をずっと見てくれてるし、はい、させてくれてる周平くんなんで。確かにね、歌のこう、ね、徐々にみんなが上手くなっていってるのは多分一番身近で見れてる立場かもしれないですね。だからその周平くんが、みんなの今回の企画をちゃんと見てもらって、なるほど、はい、ちょっと親心でドキドキするとかあるかもしれませんが、ね、みんなの成長っぷりを感じていただければいいなと、はい、楽しみにしてます、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ思い思いのアプローチでやってみましょう。順番はもう決まってんでしょ。はい、はい、しゃあ、じゃあ、じゃんけんやっていきたいと思います。勝った人が順番自分の決めるってことで、勝った人から、順番決めれるということで。どうもありがとうございます。いつもありがとうございます。せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。ペーイ、よ、最初はグー、あいおい。あいおい。あいおい。よっしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ、じゃあ、生だ。4番。いや、俺からやる。いいか。4番目でお願いします。おー、わー、いいとこだ。いいとこだ。いいとこ行くね。一番最後で。わー、クライマックスがぞっちゃいます。じゃあ、俺は。あれ ?4 だよね。で、6だよ。あ、7だよね。7。じゃあ俺は5で。結構みんな5番。同じ曲何曲も聴いてて飽きるんですよ。2番でいきます。よし、じゃあどうしようかな。あ、1番いこうかな。おっ、特攻隊長。そうなんだよ。テコ後に入ったら俺らみんなあれやるから。あ、じゃあダメだ。じゃあダメだ。そしたら3番。おお、逆に出てない出てない。前半の方がいいか。1番と5番かな。いや、2番、2番。16じゃない。16。16か。16。はい、2番は。レジ。じゃあ6で。じゃあ1で。おぉ、うわぁ。じゃあ確認します。1番、2番、3番、4番、4番、5番、6番、7番と。え、3番してるかった。うぅ、緊張しいな。Here we go! Here we go! 7本で、ワンマイクお願いします。一発目ということで、最初にね、いいの出して、ちょっと、メンバー威嚇じゃないですけどね、ちょっといいの出したいですね。はい、これで気を利いてます。頑張ります。早いな。早いな。マラッパーなんですけど、今回はダークホースになれるようにぶちかまします。ダークホースだ。ダークホースだ。
びっくりす、びっくりするの多分みんな、まあ、ダークホースは自ら言わないけど You were always gonna be the one 今はまだ悲しいラブソングお疲れーすむずい俺初めて歌声聞いた俺自分初めて歌審査されるの初めてラップとダンスで今まで審査されて全力で頑張りたいと思いますお願いします頑張って、はい、楽しいです明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう誰も思ってるんだろうお疲れ様でしたお疲れ様でしたやることしなかったやらかしましたあちょっとね、ボーカル陣のお尻に火をつけれるように頑張ります。今のも使ってください。今のも使ってください。オリジナルあ、そういうこと、うん、頑張れ、じゃあ、自分らしく頑張っていきまーす明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう緊張したじゃあ、お願いしますお願いしますサイン好きな曲なので頑張ります。好きな曲。よし、やっていただきましょう。明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう。お疲れ様です。お疲れ。いや緊張したやっぱり伝わってきたよライマックス勝負なんですが思いを届けれるように頑張りますまあ終わりよければ全てよしあもう聞かない聞かない聞かないYeah yeah yeah You're always gonna be my love いつか誰かとまた恋に落ちてとはいすごいうわー最後ミス最悪だ全然でしたありがとうございますありがとうございますじゃあ僕と翔平君で一回相談しておこうかな誰がそうです、ね、誰が歌ったあっちで相談してきましょうやばじゃあ翔平君と相談してもちろんみんな良かったんですけど順位をつけるわけじゃないですが動画に一人残そうということでその動画に撮るのは頑張れそれともう一人